大丈夫。時計の針は必ず重なるから。町の外れにある蛍の森の中に、壊れていないのに11時59分で針が止まっている不思議な時計台がありました。そこに住む偏屈じじいのチックタックは、それでも毎日歯車の手入れをしています。この時計は壊れてなんかおらん。壊れてないのに動かないなんておかしいじゃないですか。修理に来た役場の男は歯車に触らせてもらえません。あの日から止まったまんま、今日も12時の鐘は鳴りません。チックタック、約束の時計台。時計の針が昼の12時を指し、鐘の音が響きました。夜の12時に聞く鐘はもっと感動するぜ。住み込みで働くチックタックは、この時計台のことなら何でも知っています。ねえ、チックタック。昨日、孤児院に新しい仲間がやってきたよ。前にいた町が火の鳥に襲われたんだって。火の鳥というのは、火の雨を降らす恐ろしい雲で、ここ最近いろんな場所で発生しているようです。彼女の名前はニーナ。すっかり町の人気者。ニーナちゃん、このスイカを持ってきな。ありがとう、おじさん。余ったらカブトムシにも分けてあげる。ニーナは孤児院ではカブトムシの飼育係を任されています。次の日、ニーナが時計台に遊びに来ました。時計台の中に入ったの初めて。おい、走り回るな。時計は精密機械だぞ。チックタックが注意をしても、ニーナはまるで聞こうとしません。言わんこっちゃない。ニーナは抜けた床に足を取られてすってんころりん。その拍子に歯車を壊してしまいました。ごめんなさい。だから言っただろう。チックタックはニーナを引っ張って町の部品屋に走ります。この歯車とこのネジをください。チックタックが買い物をする隣でニーナが小さくなっています。どう？治りそう？大丈夫。ずっとこいつと付き合ってきたんだ。油まみれのチックタック、時計の修理はお手の物。ゴロ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 、歯車がたちまち動き出しました。ねえ、ニーナ、知ってる？長い針はだいたい1時間に一度は短い針に追いつくんだけど、11時台だけは追いつかないんだよ。チックタックが話すと、時計にも人の心があるかのようです。2つの針が次に重なるのは12時。そこでやっと会えるんだ。なんだか恋人同士みたいね。ごめん、チクタック、待った？ニーナはいつも待ち合わせ時間ギリギリに来るな。会うと？チックタックは首を横に振り、笑顔で言いました。ギリギリセーフ。
二人はこの時計台で毎日いろんな話をしました。銀色の流れ星も、夜空をかける配達屋さんも、サンタクロースもこの時計台の窓から見ました。小鳥のさえずりも、空から降るオルゴールの音も、この時計台の中で聞きました。ある日、ニーナが言いました。あのね、チックタック、私、あなたに言えなかったことがあるの。大丈夫、全部受け止めるよ。チックタックは耳をぴょんと立てました。ごめん、ありがとう。ニーナはそう言うと、ワンピースの袖をまくります。なんだい、それは。ヤクの木よ。呪われた島、太古島にしか生えていないヤクの木が、ニーナの腕に生えています。放っておくとどんどん大きくなるの。私のお母さんも同じ呪いにかかっていたの。お母さんは？体から生えてきた木に飲まれて木になった。君もお母さんみたいに木になってしまうんじゃないかと心配なんだね。チックタックが話し始めました。植木職人のトム爺さんに相談すれば、木の成長を遅らせることができる。ニーナ、大丈夫だよ。すっかり日が暮れたので、チックタックはニーナを孤児院まで送ることにしました。ねえニーナ、夜の12時の鐘を時計台で聞いたことはないだろう。当たり前じゃない、孤児院には門限があるんだから。夜はね、鐘の音で目を覚ましたホタルたちが一斉に輝き出すんだ。まるで星空の中にいるようなんだよ。聞いてみたい。夜12時の鐘を時計台の中で二人で聞いてみたい。来月、院長先生が留守にするから、その夜なら孤児院を抜け出せる。決まりだね。夜の12時の鐘を二人で聞こう。約束だよ。うん、約束。しかし、その約束が果たされることはありませんでした。3日後、悲劇は突然やってきました。町に警報が響き渡り、まもなく大きな大きな黒い雲が空を覆いました。火の鳥です。火の鳥は火の雨を降らせ、町は一瞬にして炎に包まれました。孤児院から友達が駆け込んできました。無事だったか？町のみんなは？みんなは地下に逃げ込んだ。でも、ニーナが見つからないんだよ。チックタックは時計台を飛び出し、町に向かいました。頭の中にあの日の会話がよみがえります。聞いてみたい。夜12時の鐘を時計台の中で二人で聞いてみたい。決まりだね。夜の12時の鐘を二人で聞こう。約束だよ。うん、約束。ニーナ、ニーナ。チックタックの声は炎の音にかき消されてしまいます。町の人たちも火をかわし、瓦礫をかき分け、懸命にニーナを探します。ニーナは町中の人から愛されていました。そして誰よりもチック
クタックから。再び火の鳥が町を襲いました。火の雨はすべてを焼き払います。チクタック、もう無理だ、地下に逃げろ。両腕をつかまれ、チクタックが地下に引きずられていきます。離せ、まだあの火の中にニーナがいるんだ。火の雨が止み、外に出てみると町の景色は変わり果てていました。それから三日三晩ニーナを探しましたが、ついに見つかりませんでした。チックタックは時計台に閉じこもり、誰の声にも耳を貸さず、ニーナの葬儀にも参列しませんでした。ニーナは死んでいない。時計台からはチックタックの鳴き声が何日も何日も聞こえてきました。数日後、黒焦げになった町の広場にヤクの木が生えているのが見つかりました。それでもチックタックはニーナの死を受け入れず、ただただ時計台の中で泣き続けたのです。ゴロ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 、容赦なく時間を刻む歯車の音が時計台に響きます。そして時計の針がチックタックとニーナが約束した1ヶ月後の夜の12時を指そうとしたその時でした。時計台のすべての歯車が止まったのです。チックタックは慌てて確認しましたが、故障はどこにも見当たりません。時計台は故障したわけではありませんでした。誰かが止めたわけでもありませんでした。時計台が自分の意思で針を止めたのです。約束の時間を指すことを拒否したのです。それから何年も時計台の針は12時を指すことを拒み、11時59分で止まったまんま。誰が修理に来ても時計の針は動きません。時計台が自分の意思で針を止め、待ち合わせの時間を刻まないことで、12時の鐘を鳴らさないことで、チックタックの望みをつないでいるのです。なるほど、止まったのではなくて約束の12時を待っているんですね。ありがとうございます。話が聞けてよかったです。そういうことじゃ、修理工、お前の出る幕じゃないわい。とっとと役場に帰れ。役場には帰りません。私は役場のものではないので。嘘をついてすみません。私は役場のものでも時計の修理に来たものでもありません。誰じゃ？医者です。ニーナさんの主治医をしていました。ニーナさんは火の雨が降ったあの夜に死んでなんかいません。冗談はよせ。あの後もニーナさんはあの呪いと懸命に戦い続けたそうです。チックタックが医師に詰め寄ります。ニーナはあの後も生きていたのか？だったらなぜこれまで会いに来てくれなかったんじゃ。
身を引いたんです。ニーナさんもあなたに会いたがっていました。でも会うわけにはいかなかったのです。なんで？ニーナさんが孤児院で世話をしていたカブトムシの体からヤクの木が生えてきたからです。ということは、焼け跡から見つかったあのヤクの木は、ニーナさんが世話をしていたカブトムシのものでしょう。彼女を苦しめた呪いの病は遺伝ではなく、伝染病だったのです。ニーナさんは呪いの病をあなたに移すわけにはいかなかった。しかし二人でいるといつか移してしまうことになります。日の雨が降った夜、ニーナさんは皆さんの前から姿を消し、呪いの病を一人で背負う人生を選んだのです。私が医者の役目を終えるその日まで、彼女は病魔と戦い続けました。その間もずっとあなたのことを思い続けていました。会いたかった。その言葉はご本人に言ってあげてください。だってニーナはもう亡くなったとは一言も言ってませんよ。さっき医者の役目は終えた。ワクチンが開発されて、もう私の出番がなくなったということです。まだ体の気は残っていますが、根は絶やしたので、じきになくなるでしょう。呪いの病はもう完治しています。その時、時計台の階段がきしむ音が聞こえました。待ってくれていたんですね。振り返ると、体から木を生やした老婆が立っていました。ごめんなさい、チックタック。まさか待ってくれているなんて思わなかった。私が死んだことにすれば、あなたが楽になると思った。私が死んだことにすれば、あなたの心は次の人に向くと思った。バカなことを言うな。そんなわけないじゃないか。君の死を受け入れられるわけないじゃないか。ごめんなさい。ごめんなさい。私は何年も、あなたを振り回してしまって。ニーナは泣き崩れました。大丈夫、大丈夫だよニーナ。ごめんなさい。大丈夫。約束の12時はまだ来ていない。境内の天井を見上げます。こいつが一緒に待っていてくれたんだ。その時でした。ゴロ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 、時計台の歯車が一斉に回り出しました。修理が済んだわけではありません。誰かが回しているわけでもありません。時計台が自分の意思で動き出したのです。なりますね、12時の鐘が。では私はここで。そう言うと医師は時計台から出ていきました。
しただろう。ごめんね、チクタク。また。ニーナはいつも待ち合わせ時間ギリギリに来るな。会うと？チクタクは首を横に振り、笑顔で答えました。ギリギリセーフ。その夜、時計台は約束の12時を迎えました。